はい、柔道とレスリングということで、今日は柔道を出せたらいいと思います。はい、です。反骨の柔道王、秋山芳弘。道義に込められた柔道への熱き思い、異種格闘技戦において決して負けは許されない。もうレスリングはもう僕は信じてるんで、絶対勝ちたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。対戦相手はオリンピックレスリング銀メダリスト、永田克彦。ウォーミングアップでは得意のタックルの練習に時間を費やしていた。一方、秋山は柔道の練習はほとんどせず、打撃練習を繰り返していた。プロ格闘家に転身して一番進化を遂げたのがこの打撃。秋山は何かを狙っていた。柔道の誇りを背負った秋山か、永田がメダリストの意地を見せるのか。柔道対レスリング、究極の異種格闘技戦がついに幕を開ける。ヒーローズスーパーファイト、ヨシヒロ秋山 vs 勝彦永田。さあ、いよいよ85キロ級契約スーパーファイトが始まります。170センチ、80.2 キログラム、永田勝彦。シドニーオリンピックレスリング銀メダリスト、永田勝彦、秋山を倒すか。赤コーナー、177センチ、85キログラム、秋山芳弘。柔道の誇りをかけ、反骨の柔道を、秋山芳弘。ヒーローズスーパーファイト、レスリングの永田か、あるいは柔道を秋山か。放送席にはスペシャルゲストとして朝ズバでおなじみの美濃もんたさんにお越しくださいました。美濃さん、美濃さんが惚れ込んだ秋山という男はどんな男ですか。今日ね、柔道を着てリングに上がるか上がらないかからね、さっきまで迷ってましたよ。はい、しかし自分が選んだ道は柔道、やっぱり来てきたね。そうですね、脱がないですね、純白の柔道着がよく見えています。そしてゲストとして須藤元気さんにもお越しいただきました。元気さん、はい、どっちが勝ちますか。そうですね、もう何とも言えないですね、はい、さあ、柔道王かレスリング銀メダリスト永田か。すごい対決ですよ、本当に。マスタンド、すごい対決ですね。柔道とレスリングの頂点を極めた、ね、人たちの対決ですから、この日本人、そのそれぞれの肩にはレスリング、あるいは柔道、その男たちのその力が後押ししていることでしょう。まあ、経験と、ね、体の大きさは秋山選手ですけども、はい、永田選手は、ね、銀メダルを取った身体能力ですからね。そうですね、高校から始めたレスリング、日体大、そして警視庁、シドニーオリンピックで日本人としてこのレスリングで銀メダルを獲得しました。秋山、タックルか。しかしこの秋山は腰が重い。前回のヒーローズでもタックルを見事に切ってきました。いや、さすが船木さん、はい、タックル秋山に決めるのは容易ではないでしょうね。そうですね、すごくあの反応いいですね。おっと、スピンキック、これね、打撃勝負になると思いますよ。結局、はい、2人ともね、あの腰が強くてなかなか倒れない2人ですから、あえて今回は柔道着を今回もですね、はい、来て戦いに挑んでいます。スタンドの勝負だったら負けないだろう。秋山はこのスタンドの勝負に自信を持っています。秋山選手は自信持った顔してますね。泉、最後にストレート、早い右ストレート。トレーナーの山田さんが言っていましたが、とにかくこのパンチ力、おそらくこの階級では東洋一、アジア一だろうと話していました。これね、なかなか寝技にならないんじゃないですかね。なるほど、やはり簡単には永田もタックルにはいけません。そして皆さん、ハイック。いや、道着を着たこの秋山、いい表情してますね。いい表情してますね。柔道家に見えないですね。見えないですね。打撃が本当に上達し、上達しましたね。パンチ力あるんですよね。はい、ニノさんも完全にあの言葉を失ってますね。あのね、秋山の二の腕がね、5センチ太くなってますからね。またキュッとすぐ立ち上がった。このバランス、さあ、この後のパンチ、あ、パンチありました。いいパンチありました。いいパンチありました。右手に入った、右のスレートが行く。このニノさん、追い詰めた。あ、パーだった。左、あ、パーだった。ニノさん、
ショートアッパーが当たっています。2発。永田選手はくっついた方がいいですね。そうですか。さあタックル、これも切ってきた柔道。さあこれは先に行きますが、秋山は倒れません。永田どうすることもできない。2アッパー。皆さん足使ってるからいいですね。止まらないから。なるほど、止まらないんで、気についた方がいいですね、はい、永田選手は、はい、あくまでも立って勝負という柔道。お腹に入った。なんとスピンキック、土手腹に叩き込んだ柔道。秋山なんと打撃スピンキック、なんという、これが柔道の世界を極めた男か。スタンドのなんと後ろ回し蹴り、スピンキックでレスリングの中田を下しました。寝技を捨て、あえて打撃勝負に出た秋山。最後はスピンキックで永田を一撃 KO。 パンチを多用することで永田の意識を顔面に持っていき、絶妙のタイミングで溝落ちにスピンキック。秋山がさらなる進化を証明した。得意の柔道技を封印し、打撃のみでの勝利。真の総合格闘家へまた一歩近づいた。まさかの一撃 KO 負けに悔しさをにじませる永田。控え室に戻っても放心状態が続いていた。水落ちされました。負けて負けても嫌ですから。もうじゃないですね。ちょっと復活しますね。北島康介君じゃないですけど、超気持ちいいです。脳内麻薬が出すぎですよ。ガンガン出ますね。ライトヘビー級トーナメント。